北朝鮮も参加する ASEAN 地域フォーラムが明日フィリピンのマニラで開かれます。ここでも北朝鮮のミサイル発射などに懸念を示す声明が発表される見通しです。北朝鮮のリ・ヨンホ外相が泊まるホテルですけども、入り口では厳しい手荷物検査が行われていて、ロビーでは多くの警察官が警戒に当たっています。 ASEAN 地域フォーラムには国連の安保理決議で新たな制裁を受けた北朝鮮のリ・ヨンホ外相も出席する予定です。昨日行われた外相会合では北朝鮮情勢について重大な懸念を示す声明が発表されていて、明日の会合でも北朝鮮に対して相次ぐミサイル発射などの挑発活動をやめるよう呼びかける議長声明が出される見通しです。一方、北朝鮮は自らの正当性を改めて主張するとみられ、アメリカや日本などとの激しい駆け引きが予想されます。